大葉のヤ重ムグラは、アか、ネカ、アカネアヤイムグラ族の多年草。茎は枝分かれし、鶴状になって、他の草本などに絡まって伸び、長さは1メートル以上になる。茎に4両があり、両状に下向きの刺しがまばらに生える。葉は4から6個が輪生し、角、輪が平だたって茎につく。上部の葉は、普通4個つく。葉診は、 長さ1.5から2.5センチメートル、幅5から10ミリメートル、頭皮神経または頭皮心状長楕円型で、先は急に細くなって、短く尖り、表面にはまばらに毛が生え、縁及び、裏面の葉脈状に、下向きの四条毛が生える。臨生する葉は、耐生する本来の2個の葉と、残りの2から4個の葉と同型の卓葉となる。下記は7から8月。 枝先と溶液から細長い果樹を伸ばし、黄緑色の花をまばらに多数つける。花柄は細く、長さ3から8ミリメートルになる。果敢は、逆き形で、計1.5ミリメートル、先は4列する。湯水は4個あり、脂肪は2室に分かれ、各室に1個の胚種がある。果実は2個の分化からなり、各分化に1個の種子がある。分け川。 1> 計1.5から2ミリメートルの半長楕円型になり、表面は曲がった毛がやや密に生える。茂り方は、ヤエムグラゲリウムスプリウムバリエーション、イカインネスペルマンに似るが、同種と比べて本種は多年草であること、夏季が夏であること、臨生する葉の数が少なく、葉の幅が広く、先が尖ることで、区別できる。日本では、南千島、北海道、本州、四国、 九州に分布し、産地の日当たりの良い草地などに生育する。世界では、朝鮮半島、中国大陸に分布する。和名、大葉の八重むぐらは、大葉の八重むぐらのいむぐらは、草むら、やぶの意味がある。種商名、スードアスプレラムは、偽のアスプレラム種のこと。和名、学名ともに、牧の富太郎による命名である。ありがとうございます。